何にしようかな。入れる場所は、さあ何を入れよう。入れてから考えるのもありかな。次はどうしよっかな。すごいのできちゃうかも。入れてから考えるのもありかな。次はどうしよっかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。これでどうだ。うんうん、悪くないね。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。いい感じだと思うんだけど。いい感じだと思う。おう、どこに行く？よーし。セリさんだっけか？どうかしたのか？遺跡の奥にあった。あの水晶、あれ魔力を。ああそうか、あれってそういう石だったのか。それなら私たちの故郷の空剣島でも魔力があるって言われてる石がたくさん取れたよ。魔石な、あれ便利なんだよな。光ってるから夜の明かりにも使えるしさ。その石なら私も知ってるわ。でも本当に魔力を含んでいる石というだけよ。あの水晶はそうじゃなかった。もっと純度が高い結晶のようなものだったわ。どこから持ってきたのかをずっと考えてるけど、こっちの世界では多分手に入らないと思う。異界から持ってきたものだっていうの？多分。それにフィーがあの水晶の光、魔力を吸い取ったように見えたのも気になるわ。私の世界には魔力を生きるための餌としているような生物もいるから。フィルフサとか。そう、オーレン族を知ってるくらいなのだからフィルフサのことも知ってて当然ね。確かにフィルフサも似たようなものよ。けどもっと端的に魔力を吸って生きる生物もいるの。それがフィーだっていうの？わからない。
私も存在を知っているだけで見たのは初めてだから。そんな珍しい生き物なのか？というより伝承となっている生物かしら。本当にいるかどうかもわからない。ただその生物を見かけたら運がいい、富を授かる、力を得ることができるなどと伝わってるわ。運が良くて富と力を授かるね。あ、ライザはどう思う？本当にそれがフィーなのかはわからないけど、もし本当にそうだったとしたらすごいよね。ブニー帰って。何をしようかな。これで、はい、どうぞ。どこに行こうかな。よし。あれ、あそこにいるのってロミーさんじゃね？あら、お二人さん、こんなところで奇遇ね。お店を開けてるなんて珍しいですね。もしかしてこの辺の職人さん相手に新しい商売でも始める気ですか？いや、散歩がてらのオート散策ってところかな。ほら、私ってオートのことをよく知らないし。どういうことですか？私が行商人やってた頃って、特産品とか珍しいものを買い付けて回る毎日だったのは知ってるわよね。でもオートって特産品とかはないでしょ？だから買い付けた商品を売るだけ売ったら、一晩休んで出ていく街って程度の認識だったのよ。マジですか、それ。店まで構えたってのに。そりゃオートは行商人が絶対に立ち寄る町だから、ここに店構えれば絶対間違いないもの。だから、未だによく知らないオートを時々こうして見て回りながら楽しんでるってわけ。ちょっとした冒険ですね。そんなところかな。知らないところを見て歩くのって楽しいし。それで行商人やってた頃を懐かしんでるってことですね。そうそう、その通り。やっぱあの頃が一番楽しかったしね。思いつきで店主なんかやってみたけど、やっぱダメよ、合わない、向いてないから。私にはあんたたちもそう思うでしょ。ロミーさんイコール行商人ってさ。あれだけ繁盛させてる時点で絶対才能はあると思いますよ。ロミーさんの性格的には向いてないかもしれないけどね。
こんなところがあったんだ。どこか行きてえのか？よし。そっか、ライザはまだ畑のお仕事も手伝ってるんだ。錬金術師をするのは認めるけど、それはそれ、これはこれ、家のことは手伝って当然ってね。カールさんとミオさんらしいね。手伝いサボって怒られてるライザ、よく見たよな。そこ、変なこと思い出さない。ライザさん、ご在宅ですか？あ、パティ、入って入って。いえ、大丈夫です。ごめんなさい、お邪魔しちゃったみたいで。そんなことないよ、大勢で話す方が楽しいもの。そういうこと。ほら、入って入って。ウィーウィー。わかったから、押さないで。フィー、本当に私がいてもお邪魔じゃないんですか？そんなことねえって。いろんなやつが集まってこそのたまり場だからな。いや、一応アトリエなんだけど。でもみんなでこうしていると隠れ家のことを思い出さない？懐かしいね。あの隠れ家ってまだ残ってる？もちろん残ってるよ。みんなで快適に過ごせる大きさだもんな。そりゃ一人で使うには広すぎるか。あれからもう3年。またみんなで集まりたいね、あの思い出の隠れ家に。しかし3年か。一丁なんだけど、あまり長く感じなかったな。うん、毎日やることが多すぎて忙しくてさ。あ、私もそう。でもね、みんなのことを考えない日は一日もなかったよ。仕事してる時、食事中、眠る直前とかにも、みんな今頃何してるのかなって。私も森に行った時は特にみんなのこと考えてたっけ。って、ここ暗くなるとこじゃなくない？そうね、今は久しぶりにみんな揃ってるんだもの。しんみりした感じでいたらもったいないよね。そういうこと。
そろそろおいとまします。帰りが遅くなると家の者が心配するので。お、それじゃあ送って。いえ、少し歩いて帰りますので。それでは。素敵な人たち、3年も会ってなかったのにあんなに仲がいいなんて。あの人たちはお互いを大切に思ってるけど、恋愛感情とは全く別の温かい感情だとすると、私ってばすごい勘違いをしてる。そろそろただ調合しただけの道具じゃ頼りなくなってきたかな。よし、アイテムリビルドで道具を強化してみよう。やりすぎには気をつけないといけないけど、これからの冒険には絶対必要だもんね。まずはジェムを用意しないとね。いくつか持ってきてたような。どこにしまったっけ。どれがいいかな。考えすぎもよくないよね。いらない材料を使うべきだよね。いらない材料を使うべきだよね。考えすぎもよくないよね。本当に問題ないか確認しないと。
これなら強くなるはず。入れる場所は、いろいろやってみたいな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。どれも良くて悩んじゃうな。これでどうだ。やった、できた。いい感じ、いい感じ。ダメだよフィー、調合中は危ないからね。あっちに行ってて。これは使えるかも。ごめんねフィー、これを読み終わったら遊んであげるからね。お待たせフィー、何して遊ぼっか。あれ、フィー遊ばないの？あら、拗ねちゃった。こうなったら、そりゃ！こちょ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 。ほらほら、むくれてる困ったちゃんはこうだぞ。それでこうだ。わしゃわしゃしゃ。どうだ、まいったか。機嫌を直してくれたみたいでよかった。私も子供の頃はこんな感じだったのかな。それで伝承とやらはどうなってるんだ。どうにもこうにもならないって感じ。考えれば考えるほど謎が深まる気がする。ふん、タオから時々聞いてはいたが全く進歩なしだな。何よ、そんなこと言うなら、ボスだって協力してくれてもいいじゃない。魔を食う獣は宵の道より現れた。光り輝く神秘の精。ああ、タオから聞いて覚えたんだ。魔を食う獣は宵の道より現れた。光り輝く神秘の精。愛せばより光り輝き、我らに持たざる宝を与える。え、ちょっと待って、愛せばより光り輝きって何？ふん、俺様が調べて知った伝承の一部だ。タオにはもう話してある。伝承というくらいだからな、高齢者を中心に話を聞いて回れば
何かしら手に入るものだ。ロース、まさか聞き込みしてくれたの？課題で年寄りと少々話す必要があってな。そのついでだ。聞き込みなどするわけがないだろう。光り輝く神秘の杖、愛せばより光り輝き我らに持たざる宝を与えるか。なんか特徴的にフィーっぽくない？そんな気はするが俺にはわからん。だがもしそうだとするなら、こいつの種族は伝承に残るくらい遺跡に関与していたことになる。まったくよくわからん生き物だ。お前のことだぞ。けど遺跡に行けばフィーは元気になるし、この先すごいことが起こるかもしれないよね。能天気なやつだな。伝承よくわかったね。ありがとう。俺はお前たちにはでかい借りがあるからな。ん？何？不甲斐ない奴らだと言っただけだ。お前もいつまで頭に乗ってる。もうフィーに八つ当たりしないでよね。帰るの？ああ、用は済んだからな。そっか、手伝ってくれてありがとね。ふん、今だけだ。これ以上は手伝わねえからな。まったく素直じゃないんだから。